はい、ということでですね、そんな川上さんを迎えまして、今回はですね AI 進化論と題し、人間の意識と AI の関係について考えます。なんか先ほど冒頭 VR の話もありましたけど、川上さん今こちらの方にですね新たなネットサービス、まあ、これ AI が新たなのかとかってお話はありますけれども、 NFT、Web3、メタバース、仮想通貨、VR などがあります。でこれらに関して今川上さんが特に注目しているものとか、どういうものを見ているのかっていうのをぜひお伺いしたいなというふうに思っています。まあ、ビジネスと見てるというのは少し違うんですけども、はい、AI、VR、メタバースっていうのは、はい、人間社会が多分変わっていく、まあ、今まではそのね新大陸に行ったっていうのが、はい、人間のフロンティアの拡張の物理的な最高で、はい、それからあとは、まあ、月に行こうとしてるんだけど、まあ、ほぼ行けてないっていうのが現実だと思うんですよね、はい、そしたら次はその仮想空間に人類は多分移住をするっていうのが、うん、まあ、今の人類の大きな歴史の中 で、はい、でその中でメタバース VR AI っていうのは、うん、まあ、すごいキーになる、はい、テクノロジーですよね、ぐらいに思ってるんですけど、でもあんまりそんな10年20年単位で別にどうこうっていうのはそんなにあんまり考えてないですけどね、もう少し長いスパンで、そうです、僕は人類がどう滅ぶかっていうのが興味があるんで、はいはい、今の携帯の人類がどういうふうに滅んでいくのか、どういうプロセスで滅んでいくのかっていう、まあ、ちょっと面白いですよね、うん、Facebook がねメタに変えたりだとかね、はいはい、会社相変わらず世界支配を目論んでるなとかね、そういうのが面白いですよね。今の人類がどう滅んでいくかってどういう、そのどういう意味の滅ぶっていうことなんですか。人間ってそもそもなんか、まあ、情報処理をしてる自律的な何かみたいに見るのが、うん、今現代的な人間の解釈として一番妥当だと思ってるんですけど、うん、だからまあ人間は要するにコンピューターでシミュレーションできるんですよ、まず世界観 で、はい、で人間コンピューターにシミュレーションできるんだったら、うん、コンピューターにいる人間がいればよくって、はい、僕らとか死んでもいいじゃないですか極端なことを言えばね、はい、でもこれはみんななんとなく思ってるはずで、でもそれは突き詰めて考えてないんだけど、でもこれって冷静に考えたら必ず起こる未来なんですよ。ただそれをするのは嫌じゃないですか、人間的に嫌なんだけれども、それがなんとなくしょうがないなっていう感じで、どういうふうにそれを受け入れていって、人間がこの勇気の体を捨てるのかみたいなのがなんかね、そう、なんか中途半端なんですよね、うん、なぜかそのゲノムに支配されてる肉体があって、うん、なんだけど別にゲノムに頼らずとも進化できてるわけじゃないですか、もうできちゃうんですかね、そうだからゲノムに関わらず進化できてんのに相変わらずゲノムに支配されてるっていうところがいかにも中途半端で、そうですよね、まあ過渡的な生き物である、まあ過渡的な存在であることは間違いなくて、そうです、まあだからいろんなアプローチをしてる人たちいますよ。だから僕もそういうところをいろいろウォッチしてたりとかして、面白い人いましたよこの間、脳裏をって言って右脳と左脳をつないでるインターフェースがあって、そこに端子みたいなものをビシッて差し込むんですよ。でその脳梁のインターフェースの片側、うんうん、だから右脳と左脳の情報ある状態で、うんうん、そこにバチッて入れたやつにもう一個なんか新しい左脳みたいなものを例えば作ってつけて、はいはい、でなんかこうある程度動かしてみる、でそっちの方のニューロンが機械のニューロンがうわーってつながったぐらいの時に片側をピッて外してみるとどうなるんだろうねみたいな、つまりだから右脳か左脳、まあ、機械の左脳を作りました、はいはいはい、で元々あった左脳をちょっと切り離してみる、はい、とどうなるんでしょうねみたいな、で最終的にはこれワークするじゃんってなったら、今度は元々の右脳をビチッて切る、もう一個作って右脳、新しい右脳を作ってでパチッて取ってみたら、まあ、でも脳量とだけ通信してるわけじゃなくて右脳左脳はそれぞれなんかつながってますよね。つながってるんですけど、はい、よくほら脳梗塞とかになって、はい、左脳の機能が完全に失われる人とかいるじゃないですか。あ、はいはいはい、だけどその自我って多分ずっとつながってて、うん、半分なくなったとかっていう感覚もなしに生きてたりとかするわけじゃないですか。そうですね、はい、だから右と左でバックアップ取れてんだろうなっていう、だとすると片方のバックアップを切った状態でそこに機械を入れるとどうなるんだみたいなことを研究してる人がいるんですよ、うんうん、バックアップではないと思いますけどね、まあまあだからそれも分かんないんだけど、はいはい、実験でそれができる、まあ、はい、要は右脳だけでも生きられる、はいはいはい、のは事実じゃないですか、はい、実際そうなってるし、はい、昔脳梁を切る実験とか、うん、転換の治療とかで治療に使われてましたよね。そう使われてたとか、はい、そういうことがあるわけですけれども、うん、はい、なのでその人なんかは
まあ、まずそのマウスレベルです、マウスは猿かな、はい、猿かなんかでそれをやってみて、うん、うまくいきそうだったら自分で実験するって言ってましたね。なんかイーロンマスクもそうですけどね、脳に電気入れたりするじゃないですか、うんうん、でも別にね、あの脳なんて不完全なハードウェアなんだから、うん、人間の、あの視神経からの来る信号って結構早いから、うん、あのそんなん入れずに全部 VR でやった方がいいと思うんですよね、うん、でコンピューターの方に人間の処理能力自体を移していく方向に進化する方が僕はあの正当だと思っていて、で実際にそれって既に起こっていて、最近 YouTube とか Amazon とかのリコメンドがどん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 進化していて、なんか俺らしいものをリコメンドしてくるわけですよ、うん、そう思ってる段階でそれって Amazon の AI とか Google の AI をあの自分の一部だというふうに誤認してるはずなんですよね、うん、誤認というか自分の一部なんじゃないですか。あ、だから それは多分自分の一部なんですよ実際に、うんうん、っていう風な形で拡張できるのに、脳にメスを入れる意味っていうのは一体どこにあるのかっていう。多分自我を連続させたいんじゃないですか。あの VR でできるじゃないですか。いやでもその生物学的な脳が死んじゃうのが嫌なんじゃないですか、うん、それこそあのバーチャルな妄想ですよね。まあそうなんだけど、バーチャルな妄想なんだけど、そのバーチャルな妄想に支配されてるってことじゃないかな、うん、あの今の人間はね、うん、でもそれはあの基本的には何かの、ね、あの情報処理の誤認でそうなってるだけだから、うん、あの人間っていろんな形で情報処理の誤認をするから、うん、そうすると体をね捨ててもいいんじゃないかと思う、うん、あの進化の形態が僕はあるはずだと思っていて。なるほどね。でその第一歩っていうのが、うん、その、あの AI のリコメンド通りに行動することが、うん、自分の直感に従って行動するのと同じように解釈する人間で多分これから急増するから、うん、第一ステップはそれだと思ってるんですよ、うんうん、これ時間軸でこう、まあ、最短最長みたいな、こうどれぐらいのこうロードマップをイメージしてるんですか。まあ、100年以内ぐらいじゃないですかね、うん、多分。まあなんかメタバースとか言ってるけど、なんか見てると結局なんか別にセカンドライフとかあんねえじゃんとかって感じなわけですよ。まだまだ見てるとね。まあその通りですよ現段階で。また来たよセカンドライフみたいな。見るまでもなく、そうですね、見るまでもなく。そうなんで、だからなんかそこにね、 iPhone 的な技術革新がまず来ないと、なんかメタバース使い物になんねえなとかって思ってるし、なんか Web3.0 とか NFT とか言ってるけど、うん、まあ、別になんか昔からトークンとかあんじゃんみんな、うん、まあ、何年も10年ぐらい前から別にやってんじゃんみんなっていう感じで、うんうん、まあ、この中で進化してるし新しいものどんどん出てきてるの AI ですよね。すごいやっぱり進化してる、その局所的にですけど、はいはい、その専用の AI、はい、これ用の AI みたいな、はい、例えばその文章を要約する AI とか、うん、爆発的に進化してますよね。はい、そうですね、うん、それ結構人間 の機能を代替するように進化してるっていう。いや多分ね、代替するっていうよりはこの分野ですごい役に立つっていう分野が主に進化してるんだと思うよ。だ例えば画像認識とか映像認識っつったらもう完全に AI の独断上でめちゃくちゃ進化してるし、その音声認識とかも爆発的に進化してるし、例えば Google Pixel 6の文字起こしとかめちゃくちゃ精度高いし、しかもあれローカルでできんだみたいな。チップ入ってるから。やっぱりね、 AI やってる人ってもうあの AI の能力って人間の能力は超えてるなっていうことをみんな思ってますよね、うん、もちろん人間そのものでできてない部分はあるんだけど、はい、いやだから そこは僕はなんかその世界との対話というか、そこの部分が足りないだけであって、そこがメタバースとか、まあ、僕は本当はロボットの方がいいような気がするんだけど、手でこう感じるその試行錯誤の進化っていうのがすごい脳にいろんな影響を与えてんじゃねえかなと思ってて、その汎用の AI の切り札って僕そこなんじゃないかなってずっと思ってるんですよね。あれって膨大な数の試行錯誤が大事なわけでしょ、はい、うん、で膨大な数の試行錯誤がまだ手とかって、要はつまりリアルワールドとのなんかそのインターフェースの訓練というか、それは全然た、まあ、目のレベルはできてるわけですよ、はいはい、例えば、はい、うん、目から視覚情報に対するその認識みたいなものはもう完全に人間を超えちゃってますよね。だから目とか耳はもうできちゃってるから、うんうんうん、まあ、あと手ぐらいじゃないの、うん、ね、あの全然違うアプローチで、うん、あの意識とは何なのかっていうことをね、意識方法、意識意識、はい、であのこういうあの人間の能力で言ってる場合って、その人間って大体無意識のうちに意識を仮定してるわけですよ。あ、はいはいはい、であの意識と脳の部分っていうのは別物だっていうふうに僕はあのすべきだと思っていて、うん、